井上ラジオ高石垣お待たせしました。確かに高いですよね。少し水少ないですね、いつもよりね。まあ、冬なんで当たり前かもしれませんけど、この辺から見ても圧倒的な高さですよね。ちょっと普通に見たらこれで上に徴兵がいっぱいいて、槍でも鉄砲でも弓矢でも構えられてたらとても登る気にならないと。まあ、35メートル、まあ多分日本一高いっていうか、その高さもどこからっていうのがありますけど、見た目だとやっぱり大阪城でしょうね。あちらの方が、まあ、ここも高いんですけど、実際下の川底をね全部降りて測ったわけじゃないですけど、言われてるのも30メートルとかね。大阪城も結構大きいですよね。まあ、城の堀とかが大きいんで余計大きく見えるのかもしれませんけど、まあ、わかんないです。自分で測ったことわけじゃないんで、そう言われているっていうだけですね。はい。まあ、でもいずれにしても勾配がきついと。こちらが、まあ、大阪側になりますね。当然防衛の要ですから、石垣の高さと角度もすごいですよね。反り返ってる感じで、この辺から見てもちょっととても登る気にはならないですよね。大体水がどのぐらいあるかわからないですけどね。ここにね、ここは忍者の里なんで水潜るって言いますけど、こんな水冷たかったら入らないでしょうけどね。